左サイドにエレジャイ発進前、さあここボイフリーズザッピーをしっかり働かせていく。ただここマジックアーチャー、ザッピー貫通してともにダメージを与えます。いやただこれラッド選手のベビートラが早いですね。マジックアーチャーのターゲットを素早く取っていきました。さあ両サイドどちらを狙っていくか、ラッド選手。さあ右サイドタウンターゲットボーラーがしっかり取っています。さあトルネード手間に寄せてボーラーのゴロリンチョタワーに届く。グルサンジュフリーズ決めに行く。ラッド選手ザッピーターゲットはここゴブリで取っています。239残り HP 耐えている。ラムギ選手残り時間20秒、ここからラト選手耐えれるか。エレジャイの攻めトルネード2分ドラゴンは向こうか。ただここですね、防衛のプリーズマジックアーチャー。ただターゲットベビートラで取れている。さらに角度を変える、遠ざけるトルネードの防衛。ラト選手耐えました。